暑い。こんな吹くなと思う、ね、曇りのつもりでいたからね。曇りでにわか雨があるから、それだけ気をつけようかなって思って。雨じゃねえかと思って。そうだよね。たまたまっぽいような気もするけど。ここですね。みんなこっち行くの？みんな同じだ。あ、こっから甲府の方行けるんだ。あ、本当だ。中部横断道路。500m、900m 先で清水名古屋方面ですもんね。だよね。うん。だね。あ、違うわ、2車線だ。2車線なんだ、うん、やっぱ浜松方面行くんじゃないですか。うん、ただ新東名だとどうしても山ん中走っちゃうからね。そうだね。なんか景色がない、ね、そう思うね。新東名のがやっぱ車線が1本ある分だけでだいぶ違いますよね。やっと静岡。まだあと1時間あるよ。いや、風もなくていいな今日は。うん、風も穏やかだし、ね、本当に台風通ってんのかね。ねどこだ、右だから右側行った方がいいですね。これ本当減速しなくてもいいみたいなんですね。160キロでも行くみたいですよ。うん、なんか岐阜タウン。岐阜。ここですね。ああ、新通り。対向1車線だ。あ、これなら曲がりやすいわ。うん、あったあった。あ、これだ。うん、でかいね。結構なお店だね。うん、もっと混んでるかと思ったら、うん、重いのが空いてて。いやー、販売1時間で完売か。通販できないの？通販できないって言ってたっていうか、やっぱり雲が増えた。そうだね。まあ、もともとそう、こんなもんで。イレギュラーで天気が良すぎただけ。いい感じで。暑い。いや、透明2キロだけスタンド出てこないですね。ねえ、ないね。困ったな。スタンドないね。ないですよね。セルフ。セルフなんだ。うん、暑い。よっこいしょ。レギュラー。
6.8リッター、こい7リッターにしてリッター30キロですね。ああ30以上走ってますお化けだね、 400cc ですよこれいくら高速が多かったっつても。いやお肉屋さんまたリベンジですね。そうだね来年ぐらいになりますが相当売れてんだね。ねえ